はい、吉田さん、こんにちは。やっぱり20年会社を経営するのも大したもんなんですよね。いや、もうそれに尽きるんですけども、大抵の人は会社を経営するどころか、会社の一部のタスク、社員としてもう務まらないわけですからね。やっぱ会社経営する方が、会社に勤めるよりは、もう100倍大変だと思いますね。でもやっぱり、まずは会社を経営する度胸がない。会社を経営するためのスタートアップ資金が集められない。会社を経営するための知識がない。で、そのままないまんまない人生を選択して終わっていくって感じですかね。やっぱりね、私はそういう意味でもちょっとした意識改革をしないといけないかなと思ってて、例えばネットワークビジネスをやってる方ね、これ個人事業主ですよってことなんですよ。だから少なくとも法人にしなくても個人事業主としてのね、登録をした方がいいんじゃないかなって言うんですよ、私の場合はね。だって事業でしょってそれも立派な。で、その事業で一体いくら稼ごうと思って始めてるんですか、いくら稼ごうと思って最初の経費の10万20万をケチってるんですかって話ですよね。だから法人作るのに大体ね、30万円ぐらいで全部終わると思うんですよ、収入費からなんから。で、30万躊躇して、じゃあ30万すら稼げないような会社をやるんですかってことですよね。やっぱり毎月毎月何百万も稼ぐ会社にするんだったら、最初の30万なんてのはね、資本金もちゃんとね、数百万入れたりとかってできると思うんですけども、まあ、その辺からもう最初から腰が引けちゃってるというかね、まあ、孫さんなんてすごいですよね、1兆2兆ってみかんの箱の上で言うと。やっぱり結果的にならなくてもそれすらできないわけですよ。はったりすら口から出ないということでね。もちろんはったりだけでいいわけじゃないんですよ。そこには本当に自分の求める道があるのが一番ですけども、やっぱね、計画ってのは修正もありきなんですよ。修正はあるんですよ。でもその計画すら発表できないっていうところで、まさに計画性がないというのかなと思います。まあ、どっかで勤めて社員になるとしても計画性は大事かなと思うんですよ。もちろん計画通りにいかないこと前提でやるんですけどね。だってその変更があるからって言って戦術を最初から立てないってことはありますかね。戦略を立てないってこと、やっぱり戦略を立てて戦術レベルに落としていって、だからこそ変更も効くんですよね。第2案、第3案、第4案って効くわけじゃないですか。それがなくって、いわゆるね、臨機応変っていうのは単なる行き当たりばったりにすごく近いんですよね。だからビジネスも、吉田さんも言われてるように、その投資に向かうまでにビジネスをしっかりやっていってね、そこで余剰資金を作って投資の世界に入るっていう、そういうふうな計画も立てれると思うんですよ。で、そういう計画もないのにいきなり投資行ってしまうとか、じゃあその資金がショートしたらどうするのっていう計画もないとかね、で借金が返せなかったらどうするのっていう計画もないとかね、これ全て私のことですけどね。私はそういう計画なくって、本当にね、足元のことだけっていうか目先のことだけをやってきて、ズタボロになって、それでもね、大したこと考えずにいたところ、まあ運よくなんとかなったっていう例なんですけども、本当運が良かったんで、これを真似しちゃダメだなと思います。私は自分のことをね、考えた時にやっぱ5億円稼ぐ思考って今度ね、吉田さんつけてましたけど、やっぱ5億円は絶対いるんですよ。逆に言うと、やっぱりこう自分の力で5億円稼げなかったらどうするのみたいな、一生かかって5億円ならできると思うんですよ。できそうだと思いますよ。ちゃんとどうやって稼いでいけばいいのかとかね、学んで、その学んだことを実行する、トライアンドエラーで繰り返す、まあそもそも人がやってることなんで、たかが人間ですよ。孫さんみたいなのは天才ですけども、あそこまでやる必要ないでしょ。だからソフトバンクみたいな会社をね、バシ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 作る必要はないんですよ。日本にはソフトバンクが1個あるからそれで OK。 じゃあ自分は5億円フェーズの自分の体を5億円稼がせるようなね、そんな小さなね、小さなですよ、小さなスモールビジネスを運用していけばいいと思うんですよね。でそのために何やるかって言ったら、今日発生したタスクをやるだけですよね。で、何もないんだったら、じゃあツイッターのアカウント作ってみましょうかから始めるんですよね。だからインプットをね、多くの方するんですよ。勉強好きなんでね、なんか知んないけど、お金の勉強だとかビジネスだとかで勉強するんですけども、じゃあその勉強したことをアウトプットすることがなければどうなるかってことなんですよ。やっぱり下水詰まってね、病気になっちゃいますからね。だからノウハウコレクターの人に言いたいんですけども、そこまでね、ノウハウをコレクトしたんだったら、アウトプットするだけでものすごいね、学びの教科書ができるじゃないかってことなんですよ。だからね、懇親会でね、なんかね、吉田さん盛り上がってると、あ、何々さんね、知ってます、こういうビジネスはって、あ、それ知ってるんですよみたいなね。とにかく知ってる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 、ですごく詳しいんだけども、あなたは何を残せてるんですかって言ったら、いや今勉強中なんでみたいなね。勉強
っていうのはアウトプットを持って完了しますんでね、インプットっていうのは。じゃあ自己アフィリエイト知ってますっていう方は、自己アフィリエイトで一定のレベルで結果を出しているとか、やり続けているっていうところが必須なんですよね。最近やってないんですけどもねみたいな、じゃダメなんですよ、ね、ビジネスマンって360日24時間もう5億円稼ぐまで、もう十分だと思うところまで毎日もう打つ手をやまずにね、稼ぎ続けないといけないんですよ。で、稼いでない1秒があることを恥と思わないといけないですね。で、それがまあ、うん、私のマインドですけどね、ということでございます。じゃあ明日になるんですかね、今度はね。じゃあ明日お待ちしております。